ホンダ LPGA タイランド事前情報20日サイアム CC パタヤオールド C タイ6576ヤードター72変わった渋野ひな子の23年ドライバースイングをタイで撮影動画タイで今季の自身開幕戦を迎える渋野ひな子が20日にコース入り 30度を超える東南アジアらしい猛暑の中、早速18ホールの練習ラウンドで汗を流した。この時に使用されていたクラブを見ると、昨年からがらりと変化。そこで現地で渋野ひな子の開幕セッティングになりそうな14本を調査した。まず目に飛び込んでくるのが3本のウッドと2本のユーティリティだ。 これをクラブ契約を結ぶピンの最新モデル G430 シリーズに総特化した。ドライバーは同社がブレない直進性と最大初速などと歌う G430MAX を採用。3番、5番のフェアウェイウッドも同モデルを使用する。昨年までの渋野ひな子のエースドライバーといえば G410 プラスだったが、このオフにテストを重ねバッグインすることになったのだろう。 シャフトも青は青でも昨年までのスピーバー NX からベンタス TR ブルーに差し替わっていたこのシャフトを扱う藤倉コンポジットのツアー担当者によると変更したのは先月とまさに開幕に合わせての導入どのような効果を部の日向子に生み出すのか さらに2021年の開幕戦ダイキンオーキッドレディースから採用し昨年まで渋野ひな子のセッティングの特徴ともいえたウェッジ4本の構成も見直されたこれまではウェッジの距離も伸びてきたし4本あると使う場面が多いとキューバーアイアンの下に46度52度54度58度のウェッジを入れてきたしかしこの日の練習ラウンドでは9番ーーアイアンの下に W ピッッチングエッジを投入これを46度の代わりにそこから50度54度58度につなげていく流れになっていたまたパターも一新昨年の開幕時は長年エースとして愛用したピンのシグマニアンサーを使用していたものの7月のメジャーアムンディエビアンチャンピオンシップから完全削り出しのノンインサートパター PLBDS72 に変更 プロ転向後一貫して使用してきたピン型からプロ入り前に使っていたマレット型への変更は話題になったしかし再びタイでピン型を携えてのラウンドを行った新たに選んだのはヘッド幅がワイドなアンサー 2D ピンの23年モデルで黒が貴重のヘッドがグリーンに生えていたもちろん中にはまだお試し中のクラブもあるかもしれないが キャディーバッグの中身を大幅刷新することは間違いなさそう。クラブ面もしっかりと準備し、勝ちたいと意欲を燃やすレイツアーでの2シーズン目のスタートを切る。これらの変更の意図について、開幕前に渋野ひな子は何を語るのかオフに取り組んできた技術面の話だけでなく、そちらも楽しみだ。渋野ひな子の20日のクラブセッティング。 1W ピン G430MAX10.5 度ベンタス TR ブルー 5S44.75 インチ 3W ピン G430MAX15 度ベンタス TR ブルー 5S5W ピン G430MAX18 度ベンタス TR ブルー 6S4U ピン G43022 度スピーダー TR ハイブリッド 75S 固有ピン G430 26度スピーダー TR ハイブリッド 75S6W ピン I230MCI80R50 度54度58度ピングライド 3.0MCI マイルド 105PT ピンアンサー 2D ボールタイトリストプロ V1X 渋野ひな子、馬場サキが2023年ツアー初戦タイの米女子大会に日本勢7人。米女子ツアーの今季2戦目がタイの名門コースで23日、期から4日間の日程で行われる。2010年には宮里愛が優勝した大会。フィールドにはリリアコー、ニュージーランドやメリーコルダ、アタヤペティクル、タイラ、世界ランクトップ10のうち9人が集結。 賞金総額170万ドル約2億2799万円をかけて競う。前年はナ,ンナコルツマド戦、デンマークが臨ーユ中国とのプレイオフを制して、米女子ツアーで初のデンマーク出身チャンピオンになった。日本勢は7人で1月の開幕戦、ヒルトングランドバケーションズトーナメントオブチャンピオンズに続き、畑岡奈紗、佐藤優香、古江彩香が出場。 畑岡と佐藤は8位と58位だった全州の欧州女子ツアーアラムコサウジインターナショナルから連戦となる渋野ひな子は本大会が今シーズンの初戦主催者推薦により出場する双子の岩井明愛と岩井千霊アマチュアの馬場咲も2023年のツアー初戦を迎える主な出場予定選手 んなこ列窓戦、馬場崎、岩井明愛、岩井先霊、リリアコウ、アタヤティティクル、ブルック・ヘンダーソン、ミンジーリー、チョン・インジ、キム・ヒョウジュ、畑岡ナサ、ダニエル・カン、メリー・コルダ、古江彩香、コジン・ヨン、佐藤優香、渋野日奈子。畑岡ナサは、10位を維持女子世界ランキング。20日付けの女子世界ランキングが発表され、畑岡ナサは、10位を維持した。 山下美優は23位、古江彩香は26位と、それぞれ順位を一つ下げ、西郷真央は1ランクアップの30位、笹生優香は2つ落として36位、稲見萌寧は一つ下げて38位に、渋野ひな子は40位をキープし、川崎春花は3ランクダウンの44位、西村優奈は2ランクダウンの45位となっている。 トップ5は、全州の欧州ツアー、アラムコ、サウジレディースインターナショナルで優勝した1位のリディアコ、ニュージーランドをはじめ、メリーコルダ、ベイ、ミンジーリー、ゴー、アッタヤティティクル、タイ、コジオン、カンの並びに動きはなかった。ベイツアーは23日から、今季第2戦の、ホンダ l PGA タイランド、タイ、サイアム CC が行われる。